大阪府結核予防会大阪病院の松本です。第四回に川感染症ネットワークを始めさせていただきたいと思います。本日はコビッド19ワクチンについての話題提供をしたいと思います。よろしくお願いします。まずコビッド19の疫学ですけれども、コビッド19は肺や血管が壊れる病気として有名で重症化のリスクファクターは 高齢、肥満、COPD のほか、糖尿病、心疾患、腎疾患、肝疾患などが挙げられております。COVID-19 の死亡率は40代で男0.1%、女0.1%、50代で男0.5%、女0.1%、60代で男2.4%、女0.8%、 70代で男7.7%、女3.4%、80代で男が19.3%、女10.8%と、高齢になるに従って死亡率が上がり、女性よりも男性の方が死亡率が高いと言われております。しかしながら、交渉のリスクは女性の方が高いという報告もあります。 中国の COVID-19 退院患者1733例で、退院6ヶ月後に疲労・筋力低下が63%、睡眠障害が26%、不安抑鬱が23%、肺拡散の低下が22から56%見られたという報告があります。この COVID-19 を防止するために、 ワクチンが期待されていますワクチンは1769年にジェンナーにより優等接種が始まったことに由来します。ワクチンの構造でございますけれどもウイルスを使う方法とウイルスを使わない方法が知られております。ウイルスを使う方法として不活化ワクチン。 または弱毒化ワクチン生ワクチンとも言われておりますウイルスを使わないワクチンとして遺伝子ワクチンこれは DNARNA をワクチンに埋め込む方法でありますまた VLP ワクチンウイルスのタンパク質で見かけがウイルスに似たものを人工的に作るワクチンでありますまた遺伝子組み換えタンパクワクチン これは、ワワクククチチンンンのタンパク質をワクチンに使う方法でございます。これらが主なワクチンの候補になります。COVID-19 ワクチンの海外の動向でございますが、2020年12月8日にイギリスで接種開始が始まっております。12月14日にはアメリカで接種開始。 12月27日は欧州連合がそれぞれ接種を開始しました主な報道を見ますと2021年1月25日時点で世界の50カ国以上の国地域で接種が開始されております COVID-19 ワクチンの日本での位置づけでございますけれども2020年12月2日の国会で改正 された予防接種法によって新型コロナウイルスワクチンは臨時接種という位置づけとなり接種費用は国の負担となります。また健康被害に関する救済も国が持つと同時に国民のワクチン接種の義務ただし罰則がないことが要求されるようになりました。 接種勧奨努力義務について厚生労働省のホームページから取ってきた図でございますけれども臨時接種というのは疾患のまん延防止以上緊急の必要性のある場合に行われる接種でありまして法的関与としては接種勧奨はありますが努力義務もありますというふうな 接種の方法でございます。一方2009年の新型インフルエンザの時には接種干渉はありましたが努力義務はございませんでした医療従事者の接種について厚生労働省のホームページから見てみました医療従事者の方は 個人のリスク軽減に加え、医療体制等の確保の観点から接種は望まれますが、最終的に接種は個人の判断ですと記載されております。接種を行うことは強制ではなく、業務の従事に関する条件にもなりません。ということが記載されております。また、予防接種後に健康被害になった場合はこのような。 健康被害救済制度というのがございますので、必要な方はホームページをご覧ください。COVID-19 ワクチンでございますけれども、ファイザー社からのメッセンジャー RNA ワクチン、モデルナ社のメッセンジャー RNA ワクチン、アストラゼネカ社オスト、オックスフォードのウイルスベクターが。 有名でございますが、その他にもいろいろな会社でさまざまな種類のワクチンが開発段階にあります。ここでメッセンジャー RNA ワクチンの原理についてお話ししたいと思います。メッセンジャー RNA ワクチンというのは、SARSCOVID-2 表面にある S タンパク質の設計図となる メッセンジャー RNA を注射するワクチンのことでございます。ウイルスそのものを注射する生ワクチンなどと異なり、ワクチン自体には病原性はないけれども、ワクチンに免疫を元気にする物質、アジュバントが含まれているため、発熱、疼痛などの炎症反応は起こります。脂質や膜にくるまれた メッセンジャー RNA を細胞に送り込みます。本人の細胞室内でタンパクを合成させます。そのタンパクが細胞外に放出され、マクロファージなどの免疫細胞に抗原提示がされます。ヘルパー T 細胞、メモリー B 細胞に抗原の情報が伝わり、獲得免疫が得られます。 タンパク質をを作り仕事を終えたメッセンジャー RNA は細胞室内で分解されるとということになります。メッセンジャー RNA ワクチンの効果でございますけれどもモデルナのメッセンジャー RNA ワクチンを接種した猿を s a r s c o v 2に感染させても肺炎がほぼ起こらなかったという報告がニューイングランド・ジャーナル・メディスンに報告されております。 2020年12月下旬から全国民へのワクチン接種が進むイスラエルでは高齢者を中心に1880万人に1回目の接種が行われましたワクチン接種者の COVID-19 感染者数は接種0から7日後で4484人8から14日後で3186人15から22日後で 353人ると減少しておりますので、一定の効果が認められるというふうにされております。COVID-19 ワクチンの臨床試験における有効性でございますけれども、ファイザーのメッセンジャー RNA ワクチンで95%、モデルナのメッセンジャー RNA ワクチンで94.5%。 アストラゼネカ社のウイルスベクターにおきましても90%と90%以上の有効率を起こるというふうに言われております。メッセンジャー RNA ワクチンの副反応でございますけれども、メッセンジャー RNA ワクチンが人格内にある DNA を書き換えることはありませんので、その点は非常に安心であります。しかしながら、 メッセンジャー RNA ワクチン自身が新しい技術であるため長期的な副作用の有無がまだ分かっておりません。ワクチン接種後のアナフィラキシーは10万人に1人の割合で見られたとの報告があります。ちなみに N 制度では10万人中130人、セフム系抗生剤では10万人中61人でございますから。 このメッセンジャー RNA 接種後のアナフィラキシーというのは N 制度やセフェム系抗生剤と比べて低いということがわかると思います。ただし、アジュバントが入っておりますので、ワクチン接種後の注射部位の腫れや痛みは数日間の倦怠感は一発と心得た方が良いと思います。有害事象でございますけれども、 このように局所反応として疼痛、発赤主張が見られたり全身反応として発熱や倦怠感、頭痛、寒気、おしん、お吐、筋肉痛、関節痛などが報告されております。ワクチン接種のメリットとリスクでございますけれども確実に期待されるメリットとしては COVID-19 に感染した際の軽症化でございます。 イスラエルの報告を見ますと、COVID-19 に感染しにくくなる効果も期待できそうでありますけれども、これに関しては、今後のデータを待ちたいと思います。最近話題の変異株で見られる N501Y 変異、イギリス株や南アフリカ株、ブラジル株、アフリカ株では、SARSCOVID-2 の感染効率が大幅に上昇していると報告されております。 フランスでは0から14歳の感染者が6分の1を占めるなど従来感染しにくいとされていた小児も感染しやすくなっております E484 k 変異が見られる南アフリカ株ブラジル株では非感染者の中和抗体が効きにくいとされ以前住民の76%が感染したといわれるブラジル マナウスでも再度感染拡大が起こっております。現在使われているメッセンジャー r n a ワクチンではこの E484 変異株には十分対応できない可能性があります。COVID-19 ワクチンの副作用でございますけれども2020年12月14日から23日に初回さ 投与されたファイザーの COVID-19 ワクチンでは189万3360回で21例にアナフィラキシーが発症したという報告が2021年1月6日に発表されました。また、カリフォルニアでモデルナ接種中止24時間以内10人が集団アレルギーといった 報告もございますけれども先ほど述べましたとおりメッセンジャー RNA のワクチンによるアナフィラキシーアレルギー反応は一般の抗生剤や N 制度に比べて比較的少ないのではないかというふうに思われます COVID-19 変異株の出現でございますけれども 先ほども述べました通り、英国のチームが14万の検体のウイルスゲノムを配列して、S タンパクだけでも4000種類の変異を見つけております。新型コロナウイルスの S タンパクの特定の表面部位に変異が入りやすいことが最近分かってまいりまして、 この部分がコロナウイルスが細胞に変異する時に使われる部分でありコロナから身を守ってくる抗体中和抗体が結合する部位でもありますしたがって世界中のさまざまな場所で新型コロナウイルスの変異が蓄積していくうちにやがて既存の免疫やワクチンでは対処できない変異株が出現してくる可能性が 高いということが予想もされます。日本の国立感染症研究所でもコビッド19変異株の出現に関するホームページの発表がございます。まとめでございますけれども、い今メッセンジャー RNA ワクチンを接種しますとコビッド19で死亡 もしくは就労不能になるリスクが大きく低下することが期待され、一方、今後、妊娠予定のある若年者や小児で数十年後に抑制の副反応が出る可能性は、否定はできないことが予想されますが、これは理論上は心配しなくてもまず大丈夫というふうに思われます。 現在、メッセンジャー r n a ワクチンは15歳以下には接種されておりません。65歳以上の高齢者への接種は、医療従事者のあと、同居家族がいる場合は、子どもから移される、親に移す、仕事を休むリスクを下げたければ、ワクチン接種は必須と考えられます。しかしながら、大事なことは、ワクチンを接種したからといって、 マスク、換気、手洗いなどの感染予防対策が不要になるわけではないことでございます。もしワクチンによる副反応で健康被害が出た場合は厚生労働省の予防接種健康被害救済制度による救済が受けられます。アンケート結果を見る限り今後 COVID-19 病棟が 運用される場合、ワクチンを接種しなかったからといって、配属免除等は、を考えている医療機関は少ないと思われます。以上です。ごご聴ありがとうございました。